集落だったか高校だったかの頃、電車で1時間ほど離れた、ちょっと大きめの町でよく遊んでいた。子供だから、無謀なんだよね。新しい道を開拓しよう。と思い立って迷い込んだ地下道で、でっかい外人の兄ちゃんたちに取り囲まれてしまった。確か痩せられるよとか、美肌だよとか、そんなこと言われたと思う。結局逃げられなくて、兄ちゃん曰くのチョコレートを買わされてしまった。5000円くらいだったかな?それでやっと解放されたんだけど、そのチョコレートのせいで、小遣いもほとんどなくなってしまったので、しぶしぶ帰ることに。で歩きながら、せめて、そのお高い外国のチョコ食べながら帰ろうと、もらった袋を開けたら、まあ、警察24時とかで見るあれでして。芸が細かくてね、ちょっと綺麗めな紙袋の中にビニールで包まれて入ってた。そこだけは今でも覚えてる。で、その辺で、ものすごいパニックになった。買っちゃった、持っちゃった、触っちゃった私犯罪者になっちゃった。で、もう、自分が犯罪者になったと思ったら、家にも帰れないし、家族に相談もできない。せめて自分のしたことの責任は自分で取らなきゃ、って泣きながら交番に行った。おまわりさんは優しかった。混乱しててよく覚えてないけど、大丈夫だから、それで捕まえたりしないからって、そんな風に言ってくれたと思う。結局学生証を提示して、当然、その物も回収されたけど、泣き止んだ後に駅まで送ってくれた。もう、人のいない道には行っちゃダメだよって、叱られたなわら、言いつけは今でも守ってる。もう10年以上前の話。今は、もう社会に出て、それなりに過ごしてきたけど、あの時ほど、人生終わったと思ったことはなかった。です。それはビビるよね。ぼったくりかと思ったら違法物だもんね。その後、警察から話聞かれたりとかあったの?報告者。それが全く何もなし。返してくれたとはいえ、学生証も提出したし、何か書類も書かれてたから、しばらくの間はいつか警察から電話が来て、家族や世間にバレるかもしれないってひたすらびくついてた。でも、多分、いつか、私が何かやらかした時には、あの時の記録も発掘されるんだろうなとは思ってる。